ふ察さと納チャンネル、今回は京都府亀岡市特集です。亀岡市ですが、京都中心部や大阪からのアクセスがとても良い場所にあります。そして、便利なところにありながら、山や川などの自然に囲まれた地域であり、四季折々の表情を楽しむことができます。トロッコ列車、湯の花温泉、さらに保津川下りまで、自然のアクティビティが楽しめます。朝が 雲海のように広がる素晴らしい景色を楽しむことができます。霧が育む今日の台所を亀岡市。そんな亀岡市のふるさと納税の返礼品が大人気なんです。それがこちら。最強ローストチキン。自鶏タンバクロドリの丸鶏を一羽焼き上げたボリューム満点の商品です。お肉がジューシーで醤油ベースの香ばしい香りが食欲をかき立てて子供たちにも大人気。 クリスマスや誕生日パーティー、通年でお楽しみいただけます。ローストチキンってどうやって食べるのという方もいらっしゃると思うんですけれども、丸かじりで大丈夫と言っても大きすぎますからね。どう切っていいかわからないという方のためにも、こういうわかりやすい切り分け方もついてくるので安心です。そのままだけではなく、パンに挟んだり、サラダにしたり、細かく刻んで炒め物にも、いろいろ応用レシピがあります。 このローストチキンは自撮り、丹波黒リで作られているのですが、自鶏は鳥の国内生産の1%。その中で黒リはオンリーワンなのです。このローストチキンを販売しているのが株式会社山本様です。主計の輸入から負荷、養鶏機材販売、食品販売まで、鳥に関することをすべて手掛ける企業です。山本様の3つのこだわりがあります。1つ目、飼育環境。2つ目、 結党。三つ目、飼育日数です。他にも赤ドルなどありますけれども、実は日本に流通する色付きの鳥の7割を供給しているのが亀岡市の山本様なのです。そして、ローストチキン以外にも美味しい返礼品があります。手さばき、熟成、地鶏、丹波黒鶏、1羽セットです。こちらもふるさと納税の返礼品で出品しています。こちらは部位ごとに包装が分かれていますので、ももは唐揚げ、胸はチキン南蛮など、 様々なお料理にご利用いただけます。こちらは黒鶏と赤鶏の食べ比べセット。もも肉4キロなんですけれども、こちらは特に2022年1月10日までは感謝祭特別プライスで2万円のところ1万5千円となっております。黒鶏、赤鶏、胸肉食べ比べセットもご用意しています。こちらは肉の繊維がきめ細かく噛むほどに旨味を堪能していただくことができます。 自撮り、タンバクロドリ、すき焼きセットも大変おすすめしています。自撮りタンバクロドリは、繊維質がきめ細かく、深い濃く旨味があり、自撮りタンバクロドリのガラスープと、鳥屋が本気で考えた割り下でお楽しみいただきたいと思います。全国の皆様にも、おめでたい日やことはじめなどの日、そして、日々の暮らしに感動のスパイスとして、京都の伝統の味、鳥すきを味わってほしいです。 さあ、亀岡市のふるさと納税の返礼品をご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうかどれも美味しそうで迷ってしまいますね。京都府亀岡市の寄付金の使い方ですけれども、ご覧の授業を推進するために活用していきます。ふるさと納税チャンネル、今回は京都府亀岡市特集をお送りいたしました。